お帰りなさいませ、主様。見回りお疲れ様でした。これですか？今日は明治館で給仕の手伝いをしていました。あ、主様、抜け丸が抜けてると言いたいのですか？それはあまりにひどいです。あいにくと今日の抜け丸はミスもなく、抜きんでた活躍でお客さんはみんな抜け丸に見とれておりましたよ。えへん。それというのも、すべてはこの衣装のおかげです。メイド服というのだそうです。西洋では使用人が着る伝統的な衣装なのですよ。パニエって言うらしいです。足が出ていて動きやすく機能的だと抜け丸は思います。はい、機動力も抜群で、まさに抜け丸のための衣装と言っても過言ではないかと。主様、抜け丸感激です。メイド服を着ている以上、もう主様にも抜けてるなんて言わせませんよ。はい、一社千里にご用意いたします。主様、どうされました？え、それはなぜですか？この姿であればいつも以上に機敏に動けますよ。何が見えてしまうのですか？パニエがめくれ上がる？まさか見たのですか？つまり今日は一日中ずっと